体重100キロとか超えそうになったことも、筋トレ初心者の頃にそれを真似事をしてもですね、全然限界超えれてないですし、やる気が空回りしてしまって効果的な努力ではなかったと。はい、皆さんこんにちは。サラリーマッチョ西です。私は会社員をする傍ら、美術競技に挑戦したり、フィットネスコミュニティノーリミッツの運営を行っております。今回は私が筋トレ歴大体7年間ぐらいの間で、これはやらかしたなっていうような失敗談3つご紹介したいと思います。これをやればうまくいくよっていう話ももちろんたくさんあるんですけども、これは結構再現性がまあ低かったり、結構個人差によるところがあるので、ある意味この失敗談というのは比較的再現性が高いんじゃないかなというところで、皆さんの参考になれば幸いです。それでは早速1つ目のやらかしなんですが、スター選手の真似事をするということです。これはどういうことかと言いますと、例えば以前ね、ジェレミー・ブエンディア選手という、フィジーク選手がフィジークトップに立ってすごい注目を浴びて、その選手がやられていた FST7 というトレーニング方法が結構話題になって、トレーニングの中で流行り出しました。これはコーチのハニー・ランボットさんという方が考えられたトレーニングプログラムになって、ざっくりとお話しすると、比較的軽重量、そしてハイレップ、それを単インターバルで多くのセットを行っていく、そうすることで非常にパンプをして、そのパンプによって筋膜がこう押し広げられて、それによって成長の余地を物理的にこう作っていくと。そうすることで限界まで鍛えた選手というのはさらにそこを超えて成長するために非常に有効なんではないかというようなトレーニング方法になります。私ね、筋トレ初心者の頃にそれを真似事をしてもですね、全然限界超えれてないですし基本的にはやっぱり高重量を狙って、いわゆるオーバーロードの原則で、前回よりもよりトレーニングレベルを高めていくっていうところがいつになっても原則としてあって、それが十分できていないのに、こういう新しいトレーニング方法出てきては試してみたりとか、興味持ってしまって、いろんなトレーニング方法を試してやってしまうと、結局基礎がおろそかになる。その間っていうのはあんまり正直成長っていうのは感じませんでした。もちろんこういう FST7 とか、いろんなトレーニングプログラム、トレーニングテクニックっていうのはあって、それは有効なものもほとんどだと思うんですけれども、原則として、そのオーバーロード、しっかりとトレーニングのレベルを上げて体をレベルアップさせていく、それが本当に原則で、それを守れずにテクニックに逃げてしまう、それが本当に良くなかったなという反省しております。なので筋トレ始めてね、いろんなトレーニング方法があると思うんですが、大事にしていただきたいのは筋トレの基礎です。本当ベーシックをしっかりとやる、その上でいろんな方法を試して自分に合うものを見つけていく、そのステップで基礎を手を抜かないというところを、ぜひ皆さん意識していただければと思います。そして2つ目のやらかしは、無計画なバルクアップ、暴飲暴食をやってしまったというところです。いわゆるダーティーバルクっていう風に言い換えてもいいかと思うんですけれども、バルクアップっていうのは筋肉を増やす、そのために体重を増やしていって、脂肪もろとも筋肉を増やそうという期間にはなるんですが、基本的にはやっぱり脂肪をできるだけつけずに筋肉だけつけていく、そのためには食事のコントロールが必須なんですが、それをちょっとめんどくさいとか、いろんなもの食べたいとか、いろんな欲求があって、結構そのクリーンなバルクアップじゃなくて、結構ダーティーバルクっていう方に行ってしまいがちになるんじゃないと思います。私も、ご多分に漏れず、そういった風にバルクアップだからっていうことで、こうハンバーガー食べたりとか、パスタピザ食べたりとか、パスタいいんですけどね、ピザもたまにはいいんですけど、そういった風に食事っていうのを、タンパク質は最低限クリアしていれば、あとはもう好きなだけ食べていいという風にしてしまうと、私のようにですね、食欲旺盛ですね、食べようと思ったら本当いくらでも食べて、体重100キロとか超えそうになったことも多々あります。そういった風にして体重を増やしすぎてしまうと、いろんなデメリットっていうのがあります。まずトレーニングのレベルがやっぱり落ちます。でこれは適度な重量、適度に体重を増やしていけば、もちろん体重に伴って重量って基本的に上がっていくものにはなるんですけれども、脂肪がつきすぎてしまうと、基本的にはこの関節に脂肪がついてしまって、可動域がどうしても落ちてしまいます。それによって同じ重量を持っていたとしても、筋肉の刺激っていうのは小さくなってしまいます。それから体も重くなってパフォーマンスも落ちますし、体の中でも結局インスリンの感受性っていうのが落ちてしまって、筋肉になかなかね栄養がいかない、だんだん食べれば食べるほどそれが脂肪になってしまいやすくなると、そういった悪循環によって、結果的に効率的なバルクアップを果たせない、そんなデメリットがあります。さらにこういったボディービル競技、増量減量を繰り返して、最終的には絞れた状態でいかに筋肉を残すかという観点でいくと、減量っていうのがその先に待ち構えています。でその減量っていうのは筋肉をできるだけ残した状態で脂肪だけを落として、その過程で脂肪を落とすってなると、逆に言うと少なからず筋肉というのは落ちてしまいます。なのでそこで減量をうまくやるには、減量幅をいかに狭くするか、そうすることで減ってしまう筋肉の量というのも抑えることができるので、これが例えば5キロ減量すれば仕上がる人と、20キロ減量しないと仕上がらない人の差っていうのは、そこで同じ筋肉量だったとしても残る筋肉量というのは全然変わってき
きます。そういった意味で筋肉の成長のスピードっていうのは決まっていて、それを超える量を食べてしまってもただただ脂肪が増えていて、それを落とす段階で筋肉が減ってしまうと、ある意味こう食べれば食べるほど後で筋肉を減らす行為にもある意味近いんじゃないかというところもありますので、だから筋肉を増やしたい、だからといってたくさん食べれば食べるほどいいということではないということはご理解ください。もちろん健康的にも良くないです。結果がね、本当にボロボロになって減量増量っていうのを極端に繰り返してしまうと健康面でも心配が出てきますし、こうやって健康で長くボディメイクを続けていくことがある意味そう最終的にたどり着けるいい体っていうのは変わってくると思いますので、ぜひ無計画なバルクアップっていうのを避けていただければなと思います。実際に私はコンテストを初出場した時に結構ね、過度にもう限界まで絞り込んで、気が寸前の本当にもう髪の毛握ったらちぎれるぐらい栄養失調な子みたいなガリッガリな状態、写真を載せておきます。でこの状態からですね、だいたい1週間10日ぐらいで体重が20キロぐらい増えました。本当にですね、物理的にそんなに増えるのかっていうぐらい本当に体重が増えまして、もう本当に毎日吐く寸前とか、まあ吐いた時もあるんですけど、それぐらい食べて、で体が限界って言っても気づかずに、もう本当に満腹中枢が壊れていて、本当過食症みたいな形で、もう1週間ずっと食べ続けると、まあそういう生活をして、もう体はパンパンになって、もう顔もパンパンになって、ちょっともうしゃがむのが辛い、それぐらいまで全身むくみ散らかしてって、それもちろん健康にも良くないですし、まあ見かけ的にも本当に残念な感じになりますし、そして筋肉にとっても、せっかくトレーニングコンテスト後っていうのは、インスリンの管理性も抜群になって、栄養吸収しようって、もうカラッカラのスポンジの状態で、いつでももっと筋肉成長させてやろうっていう風に、最高に成長できるタイミングなんですが、それをね、本当1、2日でもう食べ尽くしてしまう。その後っていうのは本当にもう出るまっしぐらで、結果的に、その翌年のコンテストの仕上がり体重っていうのはあんまり増えませんでした。そういったことも考えると、体重増やせば増やそう、その後で、ね、翌年の仕上がり体重が増えるかというと、そういうことではなくて、しっかりとある程度の食事を取った上で、しっかりとハードにトレーニングして筋肉を増やしていく。まあそうすることで、本当の意味で、バルクアップになっていきますので、まあ、お好きだからといって、好きなものばっかり食べていいということではないと。こういったボディメイク、こういったものを真剣にやっていこうというふうに考えられる方は、まあ、お好きだからといって、まあ好き勝手に食べるんではなくて、ある程度ね、食事をコントロールして必要な量っていうのを考えて食べていただくことで、長い目で効率的に成長していけるかなと思います。そして最後3つ目のやらかしなんですが、これ皆さん陥りがちなんじゃないかなと思います。それはしっかりとしたトレーニング計画を作らないということです。でこれは基本的にはトレーニングというのはオーバーロードの原則が重要だというふうにお伝えをしてたと思うんですが、ただ毎回全力でマックスの重量を持って最大限のボリュームで毎回限界を超えていく、そういった風にして成長していけるのは筋トレ初心者の頃だけです。どこかでやっぱり頭打ちになってしまって、でさらにそこを無理してしまったりすると、まあ、怪我をしてしまったりとか、オーバーワークになってしまったりとか、まあ、そこでちょっと成長が止まってしまうという時期が来ます。でこの時に、まあ、私の場合だと結構なんですか、短期的に結構成果を求めがちで、早く成果を出したい、じゃあ毎回一生懸命全力で努力してやろうと、ある意味努力をするっていうところはいいんですが、結果的にそれがやる気が空回りしてしまって、効果的な努力ではなかったというところが私の反省点です。結局ね、毎回その疲労を溜めて本当の全力でっていう風にやっていくと、やっぱり頻度っていうのは保てなくなってきます。でこの頻度を逆にこう保った状態でやっていくと、やっぱ疲労が溜まっていってパフォーマンスが上がらない。じゃあ逆にパフォーマンスを高めるために頻度を落としてしまうと、その分成長の機会っていうのを損なってしまうことになるので、トレーニングの頻度だったり回復だったり、そしてしっかりと1回あたりの筋肉に刺激を入れる、このバランスっていうのをしっかりと組まないと、どこかで破綻してしまうんですね。でそこで必要になってくるのが、まあ、ピリオダイゼーションだったり、こういった重量、ボリューム、こういったトレーニングの負荷っていうものをしっかりとコントロールして上下させていくことで、成長、筋肉の破壊と回復っていうのをこうバランスを持って継続的に成長していける。そしてその毎回全力でやってしまうと、それが同じ刺激になってしまって、それで体が慣れてしまう。そこによっても停滞が起きてしまうので、トレーニングのボリューム、強度の揺さぶりですね、こういったトレーニングの計画っていうのを立てていく必要があります。私が今実践しているのは山本先生式の、まあ、マヌエルブロトレーニングということで、フェーズを1、2、3という、まあ、3つのフェーズを分けて、高重量、中重量、軽重量、それぞれの重量設定をして、毎回トレーニングっていうのを高重量になったり中重量になったり軽重量になったりすることで都度刺激を変える。そしてさらに体の負荷っていうのも高重量のトレーニングばかりやっていくと、やっぱり関節だったりどこかを痛めてしまいやすくなってしまいますし、神経の疲労っていうのも溜まってきます。そこで次にまた軽重量のトレーニングをしてあげることで、体の回復だったりとか神経の回復、まあ、そういったところバランスをとって、さらにその都度都度機械的な刺激なのか科学的な刺激なのかっていうところで刺激を変えて、さらに体のコンディションも保っていく、こういったトレーニングの計画っていうのを持つことで継続的に成長していくことができます。なので、まあ、筋トレ初心者の方で重量が毎回伸びているうちっていうのは、本当に毎回一生懸命やっていただいて大丈夫だと思うんですが、そこからちょっと伸び悩んできたなというふうに感じられる方、ぜひねトレーニングプログラムっていうところも見直していただいて、毎回同じようなトレーニングをしていないか、刺激に慣れてしまっているんじゃないかというところを自分のトレーニングで見返していただ
ただければなと思います。で、私自身、このトレーニングプログラムっていうのをずっと計画的にやってきたわけではなくて、がむしゃらにやってた時期というのも結構多いです。その間に結構体が成長した実感もありますので、一生懸命やる、精一杯やるっていうのは、ベースにあって、その上で正しい努力をするには、一生懸命やるだけではダメで、しっかりと成果を出すために、やる気が空回りしないように、長期的な目線で計画を立てて、その中で一生懸命トレーニングをやっていくと。そんな、心持ちでトレーニングをやっていっていただくのがいいかなと思います。はい、というわけで今回は私がこれまでやらかした失敗談についてお話をしてきました。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した3つというのは比較的皆さんの再現性が高いんじゃないかなというところで選ばせていただきましたし、私のこれまでの反省の中でも結構大きな3つだなというふうに思ってます。何か皆さんの方で当てはまる部分がありましたら見直すきっかけにしていただければなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上にしたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が参考になりましたら、高評価のボタンとチャンネル登録まだの方、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。感想とコメントでお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界は超えられる。ノーリミッツ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.